皆様こんばんは。こんばんは。令和2年9月4日金曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたします。キャスターの恵美龍之介と申します。同じく野原美奈恵です。野原さん、今日もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。じゃあヘッドラインをお願いします。はい、本日のヘッドラインを申し上げます。愛犬に手を噛まれた安倍総理、デタラメ被害者士官を展開する琉大研究院、尖閣領海侵犯事案、遺憾の意だけでは通用しない、沖縄県民は台湾人を見習うべき、以上の4つの項目でお送りいたします。はい、本日もよろしくお願いいたします。皆様、台風10号の超大型台風が日本列島に迫ってます。はい、第一のゲートウェイ南北大東島、ここを知る人は少ないと思うんですけど、あえてこの機会に説明しておきたいと思います。沖縄本島より東へ300キロの距離にあるんですね。これはね、戦後2000年7月30日南北大東開拓100周年を記念してですね、村民がなんと、第3代沖縄民政府高等弁務官 P.W. キャラウェイ、アメリカ陸軍中将の胸像をですね、建築したんですよ。はい、南大東村の役場の前の公園にこれが建立されています。米軍に土地を奪われたっていう、わずかな土地を奪われただけでメディアはね、大騒ぎしてるでしょ。はい、こんないいことは全然公表しないわけ。はい、実はですね、このキャラウェイ高等弁務官を村民たちが代々にわたって感謝しているのはですね、はい、こういういきさつがあるんです。これはね、1820年にロシアの軍艦ボロジノがですね、付近を通過して発見したんですね。はい、だから普通だったらボロジノ ロシア領になるところだったんですけど、はい、1900年代からね、八丈島から開拓団がここに入って入植してきてね、サトウキビ生産に携わったんですよ。で、最終的にはね、日本政党がその土地の所有者になって小作人としての位置づけだったわけね。はい、入植して方々は、はい、で、ある一定期間過ぎたら農地開放すると約束しながらなかなか実行しなかった。はい、終戦後アメリカがその土地を全部接収したのね。接収した時に農民の皆さんがですね、キャロウェイ高等弁務官に直訴したんですよ。はい、こういういきさつがあったと。うん、キャロウェイ高等弁務官はね、軍人でありながら弁護士でもあったから、はい、それはね、地権者の問題ということでね、工作者はイコール地権者だということでね、全部農地開放したわけ。うん、これはね、で、その前後にまた沖縄本島からも移民団が行ってですね、はい、皆さんなんとね、毎年一旦あたりの生産量、はい、トップはね、この南北大東島なんですよ。そうですね。はい、そういうことがあってね、いい話はメディアは絶対公表しない。はい、だから皆さん、今回はね、ゲートウェイで台風10号がね、この尖閣じゃなかった南北大東島からこうターンして北上していきますから、はい、あれが恵みが言ってた南北大東島なんだなと認識していただきたいなと思います。はい、で、私は石原都知事が現役の頃ですね、はい、石原慎太郎氏が現役の頃、この話を私は申し上げたんですね。だから尖閣もね、人を住まわして、何かの生産活動をしない限りはね、非常にこの領有が難しくなるという話したらね、石原当時の都知事はね、もうびっくりして、こう私の顔を覗くようにね、必死に聞いていたのを昨日のように覚えてます。どうですか。これは成功例ですよね。はい、はい、次いきます。はい、この写真、はい、最近ですね、私面白いデータを発見しました。これはね、沖縄タイムス、お前ひでえなということをまず言いたいなと思いますね。はい、これはね、2014年平成26年の12月14日第47回衆議院議員選挙があってね、沖縄選出の国会議員は全員落選した事件があるんですよ。はい、この翌日ね、私は沖縄本島北部の今帰仁
村役場に用事があって言ったら、その10通りはね、一斉にこれが貼られていたわけ。沖縄選出の、保守系の国会議員ですね。国会議員ですね、はい、これは2010年の多分9月の写真だと思いますね、はい、当時幹事長であった石破茂氏がですね、はい、沖縄出身の保守系国会議員ですら県内移設に反対してたもんだから、はい、もうお前らいい加減にせよと、はい、じゃあなんで自由民主党の飯を食ってるんだと、うん、ね、いうことでもう半ば強制的に県内施設に同意させたんですよ、はい、この写真をピックアップしてきてですね、はい、平成の琉球処分ということでね、県民を裏切った、カメラを下までお願いします、県民を裏切った自民党議員団、公約破りを許さない県民の会、これが一斉にねものすごい枚数が貼られてあったんですね。これはしたたかな連中だなと思ったけど、どうも沖縄タイムスとかメディアがその時の中核だったっていう疑いが濃厚になってきました。うん、で、じゃあ新聞記事をちょっと見せてください。はい、あ、これだ、これこれだ、はい。私はなぜこれに気づいたかというとですね、ずっと追跡調査してきていたんですよ。これですね。四市辺野古推進石破氏平成の琉球処分という表現でやってるわけ。ああ、こいつらだと思ったわけですね。なるほどね、ね、そしてね、地元三市、これはこの記事は8月30日日曜日の3ページに出てました、はい、地元西を見るとね、安倍首相の批判だけ、うん、そして辺野古基地問題で、今沖縄が直面している最大の脅威、はい、尖閣諸島の危機に対する記載はね一切なし、はい、でこの尖閣諸島も非常に危機的状況に来てまして、4日のテレビ朝日だったと思いますけど、 昼帯を見てたらですね、はい、菅応援団の若手代議士が登場してきたわけ、はい、それに対してキャスターがものすごい牽制球を投げたわけね、どういう牽制球かというとね、尖閣事案は大丈夫ですかと、うん、いつも遺憾の意だけ表明してるけど、もう遺憾の意が通用しないんじゃないですかと言って、うん、はい、さらにこの若造国会議員にパンチを浴びせたのはね、はい、菅さんの後ろには二階さんがいますよねと、はいはい、二階さんはもう中国とズボズボの関係ですよねと、我が国は知らず知らずの間に中国のね従属化に置かれないでしょうねって言ったんだよね。あ、そのキャスターの方が、キャスターの方が言いました。あ、そうなんですか。すごいこと言うなと思いました。で、沖縄のね、メディアはこういうこと、ここまでは立ち入れないでしょ、はい、こういったのを見ていてですね、はい、県民に正しい情報を提供しないとですね、判断を誤ってしまうんじゃないかと思います。そうですね、全くこの安倍総理の悪口しかこの1週間見ませんもんね、紙面では。そうです、そうです。ちなみに昨日の朝日新聞 の世論調査ではですね、はい、安倍総理を評価するかしないかという、世論調査である程度評価するという数字が 71% も掲載されてました。なるほどね、はい、じゃあその視点でいうと、沖縄県、はい、沖縄のメディアを含む最後はね、はぐれもんですわ。まあそういうことになりますね。絶えず反対ばっかりしてね、はい、安倍首相 の功績を評価しようとしない。そうですね、朝日新聞ですらきちんと評価してるわけですからね、うん、はい、で本件について私はこれから詳しく、はい、説明していきますね、はい、じゃあ次お願いします、はい、項目1、愛犬に手を噛まれた安倍総理、沖縄寄り添わぬ、見てください皆さん、この記事、沖縄寄り添わぬ、夫辺野古反対譲らず。私これ見た時に、お前何言ってんだと、この独り言言ったんですよ、はい、辺野古移設を一番先にやったの提唱したのは旦那の尾長武氏だったじゃないですか。そうでしたね。稲嶺県政の時に彼は当時で、ね、僕にとって兄貴的存在で、僕も随分可愛がられましたですよ、はい、尾長武さんにはね、はい、すっきりした立派な先輩でした、あの当時はね、はい、稲嶺県政、稲嶺刑事県政の時にですね、はい、幹事長、沖縄県の幹事長が尾長武氏、はい、尾長さんの亡くなった尾長武さんですね、
彼が徹夜してね、議会を延長に延長してですね、はい、県内移設を採択しさせたじゃないですか。そうでしたね。それがいつの間にか今度は裏切ってね、はい、ああでもないこうでもないと手のひら返していったわけでしょ、はい、で僕はね、で 次お願いします、はい、県民投票が出てるやつですね、はい、これとセットでまた記事が書かれていたんですね。沖縄タイムスの記事でですね、安倍政権沖縄との関わり、新基地で対立続く、県と9度の法廷闘争って書いてですね、この 赤で囲ったところを見てください。19年2月、新基地建設の賛否を問う県民投票では、反対が投票総数の7割を占めたが、工事を強行している。総数の7割を占めた。これが非常に紛らわしいですね、はい、じゃあ次これ、はい、これ非常に紛らわしい表現なんですね。いかにも県民有権者の7割が反対したみたいになってますけどね、はい、この分析をですね、皆さん決して忘れないでくださいね。当日の有権者総数は115万3591名ですね。投票率は 52.48%、投票総数60万5385票で、賛成、これはね、辺野古米軍埋め立てに対する賛否についての県民による投票ですね、賛成が 18.99%、11万4933票、反対、ここに皆さん注意されてくださいね、43万4273票、71.74%、あくまでも、投票総数の 71.74% ですよ。これ注意しないとですね、いつの間にか有権者総数の 37.6% しか過ぎないけど、いつの間にか有権者総数の 71.74% っていうイメージにチェンジするんですよ。そうですね。投票してない 48% 弱がいらっしゃるわけですからね。そうそうそう、はい、だから沖縄県民の 71% が反対してるみたいにね、はい、県外ではニュアンスとして拡大していくわけ、はい、で次、米軍基地比率、在日米軍基地建設、基地施設、在日米軍基地施設ですね、沖縄にあるのは 19.2% にしか過ぎない。ところが専用施設となるとですね、70.4%。この専用施設の 70.4% をですね、NHK をはじめ民放が引っ張り出してきてね、いかにももう基地と基地との間に沖縄県民がかろうじて生活してるみたいなイメージを与えるんだな。私も友人に言われたことがありますよ。うん、狭い本島で畑なんかできたりするの？なんて聞かれたことがありましたよ。こういう感じにしてですね、もうとにかくもう被害者の、自分たちは被害者だと、いうことを強調するために使ってるんですね、で、この尾長知事が2015年に当選したときに、はい、知事当選して2016年から、まあ、知事業務を遂行していくわけですけどね、はい、この時にね、はい、総理は約6ヶ月間面会を拒否したと言って、はい、また本土の左翼と、あまり知識が豊富でないジャーナリストたちが批判してるわけね、はい、野原さん、当たり前じゃないですか、こういう裏切り者に合いますか。私だったらちょっと面会謝絶しますね。またいつんだ、はい、裏切りか分からないね、自分で推進して県内移設を可決していてね、いつの間にか今度はまた県内移設反対に転じて、はい、上京してきたら共産党本部に挨拶に行くような人間にね、誰が会いますか。そうですね、そういうことでね、はい、なんか非常に僕はね、はい、沖縄のメディアが変更している上にね、県民の皆様が騙されていると思う、はい、次お願いします、はい、これは琉球大学の教授、沖縄国際大学のね、照屋博之さんがね、また雨と鞭振りかざすと言ってるんですね、はい、でこの赤枠また皆さん見てください。一方辺野古反対の尾長武知事が就任するや一転礼遇し、面会すら拒否した。以後沖縄関連予算は減る一方で、特に自由度の高い一括交付金は大幅に削減された。これふざけるなって、執行率が低いっていうことで県議会でも問題になったじゃないですか、はい、執行率が低いから削減されるのは当たり前でしょ、はい、沖縄県だけの特例なのにね、金が
あれあまりすぎてね、使い切れない状況だったんですね、はい、しかもね皆さんこれ、はい、次、はい、あ、はい、この資金使途自由な金で那覇市何使ったかというとね、これ琉球作ってたでしょ、はい、あのフェリーバースにね、はい、中国から来たインバウンドの皆さんにですね、はい、こっちはもともとあなた方の領土だからどうぞ、ね、またあの奪還してくださいって言わんばかりに琉球作った、はい、でこれはね石材会社の人に聞くと、まあ、多分5000万ぐらいだったら国内業者だったらできると、はい、3億3000万使ってるでしょ。そうでしたね。お前ら悪いけど中国に金持って行って中国に支払うまでしてね、うん、日本の財務当局が手入れできないようなところでね一部山分けしたんじゃないのと、うん、言いたくなりません。本当ですね。で今日は時間がないから細かい説明をしますけどね、はい、今裁判法廷でも論争中である、はい、この琉球の他にあの孔子廟ですね、はい、こんなことを平気でやってるんだから。そうですね、これみんな国民の税金ですよね、はい、で次本論、ま、本論に行きたいと思います。本当に安倍総理は沖縄に寄り添わなかったのかって僕は聞きたいですね、はい、私に言わすとねもらうだけもらっててね、はい、ふざけるなと、うん、どういうことか。まず簡単に説明するとねあのこういうことになります、2013年の12月25日安倍晋三首相と沖縄県の中山博一当時知事ですね会談の結果沖縄が得た経済特権がありました。で知事はこの時に辺野古沖縄埋め立てを承認したんですね。政府はこの返礼としてね3項目あ4項目か、はい、沖縄県に最大限のプレゼントをしたんですよ。いいですか。2014年4月以降7年間にわたって毎年3000億円規模の補助金を支給しますと2021年まで、はい、これ今の県政をもらってますよ、はい、ね、政府は2014年度の予算案では沖縄県概算要求に満額回答するどころか52億円を恩して3460億円を計上したと、うん、対前年比 15.3% の増加、はい、で次民主党政権の時に創設された地方振興交付金、これはね2012年の12月に自民党政権が政権奪還しましたから、はい、第二次安倍内閣ですね、はい、奪還しましたから2013年度予算以降沖縄県のみ存続、はい、他府県は廃止、うん、しかもですよ皆さん国の直轄事業として直轄事業も 21.9% 増の1692億円プラスですね、うん、目玉は那覇空港の第二滑走路ですね。これはねこれ全部この振興予算とは別枠で、はい、国が全部一括でやってくれたんですね、はい、これだけもらっててもっと欲しいのかと言いたくなりません、うん、本当ですね。これはね私はね昭和17年にですね沖縄学の講師である伊谷富裕彼が琉球新報社からね古琉球っていう本を出してますよ、はい、これ私とても愛読書の一つなもんだから時々めくるんですね、はいはい、伊谷富裕氏はね沖縄県民の最大欠点ね、はい、恩を忘れやすいと言ってるんですね、はい、で地元西を見てる西と、はい、こういうベートーベンの部屋座る人はテレア博之か、はいはい、あのはっきり言ってあまり賢くない学者たちですね。みんな恩知らずだよ僕に言わすと、うん、でまたね次は菅さんが多分総理になると思うんですけどね、はい、もう同じ過ちはしないでほしいな。本当ですね。沖縄県民に誠意を尽くせば分かってくれるということでね、補助金増やすでしょ、受け取った途端ね、はい、願えるんだな、うん、裏切るんだな、すぐは、はい、条件とそれ持っていくわけだ。そうですね。次2021年にその7年の期限が切れますから、その時にはきちんと考えていただきたいですね。いやもう それ以降はね僕はね、はい、亡くなった僕の祖母がねよく言ってたけどね、はいはい、最高のアペタイザーはね、はい、空腹になることだよと、うん、空腹になったら何でも食べるからと、はい、戦前世代は言ってましたよ、
空腹にすべきだよ一旦は、うん、で沖縄タイムスはね、僕は琉球銀行の時融資担当したからね、はい、よく知ってる、うん、昭和46年復帰の1年前でですね、はい、社説でこういう記事がありましたよ、はい、今度できる沖縄、総合事務局、はい、沖縄開発庁総合事務局はね、はい、明治時代にできた内務省沖縄出張所の二の舞だと、沖縄人差別のシンボルになるからね、反対するということ記事があったわけ。それがですね、この沖縄開発庁総合事務局ができて、約12兆円ぐらいの金が沖縄に投下されてね、インフラ整備とかに利用されたらね、で行政改革でこれが廃止される動きになったわけ。沖縄タイムスの記者、下間かあかんうちにね、時期尚早を助けてくれだって、いやし連中だなと思ったな僕は、うん、貧乏に手すんだったら手してもいいからね、うん、自分の信念貫けやと。そうですね、もらったらこんなブクブク太ってね、肥満になってね、うん、今度はまたもっとくれたでしょ、はい、だから次総理になる方々はこの特性を認識して、はい、まずは蛇口をいっぱい絞ってね、はい、ちょっとサスティな雰囲気を味わしてやりたい ね、まあ、そうですね、と僕は思いますね、はい、ではい、ちょっと待ってくださいね、はい、国との係争9書いてあったのは、国との係争が書いてあった記事があったでしょ、タイムスの記事で、はいはい、こちらですか、係争、係争これですか、はい、これですね、皆さん新基地で対立続く、これだけ金もらっていてね、県と9度の法廷闘争、安倍政権沖縄との関わり、これ見たとき僕はね、盗っ人たけだけしいというのは これこのことだなと思いましたよ。いたずらに時間を稼いでるだけですからね。そうですよ。でね、平成26年度沖縄県振興予算3460億円でしょ、今さっき私が申し上げた7年間に3000億円毎年もらうわけでしょ、はい、これ単純計算するとね、はい、赤ん坊から高齢者まで年間に1人当たり25万円もらうことになるわけ、うん、で平均的に4人家族だとですね、1回につき1年間に100万円、うん、これが7年間続くからね、700万円もらうことになるんですよ、最低でも、うん、で私はね、この2013年の12月にこれが決定しますですよね、はいはい、僕は2014年の1月9日のこのチャンネル桜でですね、はい、こういうコメントをしてますよ。3000億円の7年間支給というね、総理のプレゼントには感謝するけどね、県民性からして出来高払いにしないとね、前払いすると食い逃げされますよと、うん、今日のタイトルである食い逃げ、はい、食い逃げされる恐れがありますよと、はい、安倍総理愛犬に手を噛まれてくださいよと進言した、はい、僕の言うこと聞いておけばよかったのに、ね、聞かないもんだからね、はい、こういうことになるわけよ、疲れてね、はい、体調壊してしまうわけ、はい、だからとりあえず沖縄県にやるときには出来高払いですよ、絶えず、うんうん、そうしないと知らじて方を渡したらね、はい、何兆円って囲まれるか分かりませんよということですよ、うん、はい、野原さん何かご感想ありませんか。そうですね、いつでしたか、昭和大正時代ですか、沖縄県庁の産業課長の田村博さんという方、ああそう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 、先ほどの伊波富裕さんと同じようなご発言されてましたね。そうそうそう、沖縄県民は純朴で優しいところもあるけども、人を裏切りやすいとか階級闘争的なところがあってね、権威とか、はい、そのしきたりというか品格に対してはですね、はいはい、拒否反応を示すんだ、不思議に。そうですね、僕はね、今日の最後の次の項目で言いますけど、はい、琉球王国時代にね、はい、日本と支那に両属体制であったのと、はい、そしてまた一般庶民は一割制といって原始共産主義体制だったもんだからね、はいはい、その素直な考えが遺伝学的にできないんじゃないかと思うんですね。このこう上から押さえつけられて、それに対しても服従する形だったというところで、そういう弊害が起きているということですよね。それかまた県民教育の、はい、が欠落しているかですね、はい、これやっぱり琉球王府に問題があったということになりませんか。ですよ。それであとはね、
国が甘やかしたから、はい、アメリカ統治時代はですね、この前 の、 あの放送でも説明したみたいにね、はい、看護学校を作り、琉球大学を作りですね、はい、自立を促したけど、はい、日本のに復帰したらね、補助金のばらまきだけ、はい、だから沖縄戦では4名に1人死んだって言うけどね、はい、実は今沖縄県民に3名に1人はメタボなんですよ。はい、でメタボで僕はね、テレアヒロユキさん、あのベートーベンみたいな顔した、はいはいはい、どうしよう、あ、テレアヒロユキさんに言いたいけどね、はいはいはい、テレアヒロユキさんに言いたいけどね、はい、これでもあんた大学教授かって、これ僕も年取って70過ぎたらこういうヘアスタイルにしようと思ってますけどね。やめてください先生。一見学者に見えるけど、はい、あんたこれも大学教授かと、はい、そしてね、はい、ケチつけるぐらいだったらあんたの教え子からね、はい、総理大臣を出してみてごらんって。ああ全くおっしゃる通りですね。外野から石投げるだけ、はい、予算の支部使っての沖縄県庁やってるじゃないですか、はいはい、県庁ね目つぶってね、なんか知らんけど国民のケチ税を無駄に使ってることは口をつぐんでね、はい、雨と鞭を振りかざす、違うだろう、雨と雨を振りかざすだろうって僕に言うと、おっしゃる通りです、はい、うん、まあ、そういうことでですね、はい、嘆かわしいですね。予算私物化といえば今の沖縄県政ですもんね。予算私物化県政の典型って書くべきですよ、これは。本当ですね、うん、はい、まあ、そういうことですから、はいはいはい、じゃあ次行きましょうか、はい、2データラメ被害者士官を展開する琉大研究院。まず琉球処分という言葉をちょっと説明しておきたいと思います、はい、もう一度こちらを、もう一度このプロパガンダ不法チラシですね、不法ビラですね、はい、これを平成の琉球処分、県民を裏切った自民党議員団、公約破りを許さない県民の会、これが今日の番組で冒頭話しましたですよね、はい、これがずらーっとものすごい枚数がね、住宅街の道の 両サイドにね、これが掲示されていたんですね。うまいこと考えましたね、このデザイナーは。いや僕はこのデザイナーを探し当ててね、いろいろアイデアをいただこうと思って一生懸命探していたけど、どうも沖縄タイムスにいるらしい。で僕は沖縄、ちょっと余談になるけど、沖縄タイムスに注文したけどね、公約破りを許さない県民の会というけどね、じゃああなた方が選出したオール沖縄から選出した今衆議院議員の屋良智博さん、はいはい、沖縄タイムズの記者だったのね、はい、彼基地反対委員だからアメリカ人貸し住宅を経営して儲かってるよ、はい、じゃあ二枚舌を許さないですね、はい、県民の会も作ってほしいなと、そうです、ね、僕は思うんです ね、 ですね、はい、だから左翼はねもう恥も知らんでやるもんだから強い ね、 そうですね、我々保守はやっぱり伝統とか、国家のあり方とか考えるからね、そんなに悪いことできないけどね、下のことがね、この連中はめちゃくちゃ悪いことできるんだ、無政府主義者だからね、本当ですね。それでこの琉球処分という表現、琉球処分というのはね、いかにも日本による侵略に見えるでしょ、実際は民主解放だったんですね、はい、ところがこの琉球処分という造語を使ってですね、造語っていうかイメージをチェンジしてですね、はい、ネガティブイメージに変えてですね、うん、日本との分離手段に使ってるんですね、はい、なぜ琉球処分という表現をしたか、はい、これはね、琉球王府の高官たち、主に支那系居留民の子孫が占めていましたから、既得権牧師のために中国に救援依頼をしていったわけですね、はい、そして本来これらを成敗するために処分という表現をしたんだけど、いつの間にか被害者用語にイメージが固定化してるんです、はい、でじゃあこのどういった表現が使われているかですね、はい、これも最近の沖縄タイムスにありました、琉球敗滅日本の一件に、僕まず琉球敗滅日本の一件にっていうこれを見たとき、それで、はい、もう一枚関連して、はいはい、じゃあこちらをよいしょ、教育言葉風俗同化狙う、ここにはね、ジャーラ昇る民権運動主導、相馬山の民有化や憲政改革、参政権を要求していたと、うん、こういったことを見てですね、この研究員が頭まともかなとまず思ったな僕はな、うん、じゃあここ研究員の方に聞きたいけど、こんなに祖国日本、あ、祖国じゃ日本を恨むんだったらね、はい、なんで復帰運動したの、あ、そうですね、授業もしないで復帰運動ばっかりしてましたよ僕は少年時代はですね、そうです、はい、昭和34年ぐらいから始まった復帰運動、はい、背中亀次郎という壊し屋がいてですね、
仕事もしない、はい、ストライキばっかりして企業は逃げていくし来ないし、はいはい、で学生はもう不良化していてね、集団で万引きしたり、うん、先生方がストしてる間に、うん、日本復帰運動に日本は嫌だっていうのが日本復帰運動していくわけ。そうですね。じゃあこれも言わせばね、いや日本がもう高度経済体制成長したから、うん、お金もらえると思ったと、うん、そういう言い訳するかもしれないけどね、はい、これについて若干僕は反論を加えておきたい、はい、これどうかという表現に対して僕は非常に頭にくるね、はい、じゃあまずここ上杉もちろん理子、はい、皆さんこれはね、私はね上杉もちろん理子県知事の歴代県知事の中でね、上杉もちろん理子の御恩をね県民は忘れていけないと思いますよ、はい、上杉もちろん理子が沖縄に赴任した時はね、赴任して、はい、各離島を含めくまなく県下を巡視したんですね、はい、その記録を皆さん一度でいいから見てほしい、はい、百姓たちは動物と同居してね、うん、もうわらぶき小屋に住んでると、はい、しかも床もなく土間の上に住んでいてね、うん、自分の名前すら書けない、うん、そして上杉茂之子はどう思ったか、上杉鷹山の子孫ですよ、はい、米沢山形県、はい、米沢藩の子孫ですね、はい、上杉茂之子はね、資材をすべて沖縄県民のためにということで教育投資に当ててくれということでね、はい、奨学金をファンドを作ったんですね、はい、私は山形の博物館行ってびっくりしたんだけどね、米沢の博物館行ってびっくりしたんだけどね、はいはい、奥さんはね礼服を作る金もなくて、全資材を沖縄の奨学資金投入したもんだからね、はい、礼服を作る資金もなくてね、はい、宮中晩餐会に明治天皇から呼ばれた時もね、はい、拒否お断りしてたんですよ、うん、そこまでして県に尽くして教育資金のファンドを作ったのにね、はい、どうかとは何事だと、この若造、ね、これだけ沖縄のために沖縄を愛してくれた上杉茂之子ですよ。この写真の一番端の女の子は琉球の龍という名前が付けられてますもんね。そうです、もう沖縄に永住するつもりで来られたんですよね、はい、ここまで沖縄を愛した人たちがいたのにね、はい、どうか、はい、どうかしてます、それどうかしてるような、はい、だこういうね、はい、ひねくれた人間がいっぱい出てくるんだ沖縄県ではね、はいはい、さっき言った、はい、恩を忘れやすいもんだからね、はい、イハフユーはね、はい、廃藩置県っていうのは奴隷制下の解放だったと、はい、それでもう一つ僕が強調しておきたい、はい、あのね、私は琉球王府に対しては批判的であるけどね、はい、しかしメイクもいたんですよ、はい、例えば第二尚氏の第十五代国王尚恩王、はい、彼はね異国を発してですね、はい、これが非常に難しいんですね、国学士死人君直するの湯っていうね、ちょっと非常に難しい漢字なんですけどね、パソコンにもなかったもんだから、はい、今度手書きで皆さんに披露したいんですけど、はい、どういう意味かというとね、学識あるものは位の低いものでも登用し、ないものは名門の子弟といえども退けるという門地位改制度も受けたわけね、うん、19歳で、はい、これはすごかった、はい、ただアンタッチャブルに手を出してしまったために殺されるんだ。沖縄アンタッチャブルですね。どういうことか、はい、ここまではよかった。ところがね、関西、関西というのは国費留学生の略でですね、はい、北京の国使館に毎年4名の留学生を送ってたわけね、はい、琉球王府から、はい、これ全部ね、クメソン、クニンダ、中国疎開、今那覇市クメになってますけど、はい、陸続きになって、はい、当時は島になってたんですね、はい、そこに、ね、中国人の疎開があって、クメ村、クニンダと言ってたんですよ、はい、ね、そこの指定がこの4名の枠を全部占めていたわけ、はい、それで尚恩王はですね、教育の自主性を持たされている意味で、うん、この4名の枠から2人をですね、首里出身の士族の指定に変えようとしたわけ、うん、クリンダーたちが反乱を起こしてね、はい、毒殺されるんだよ、毒殺、うん、19歳で、うん、でこの記念碑という顕彰碑は首里高等学校の校内にありますよ、はい、幼衆解放っていう表現があってですね、はい、こういうメイクもいたけどね、うん、死な系に殺されたわけよ、うん、こういったことは全然表現ないでしょ、はい、この研究員見てるとね、はい、琉球王国が良かった良かったって言ってですよ、はい、食傷記念碑じゃお見せしましょうね、皆さんね、はい、これはね、
これは嘉手納基地の中に保存されています。これは民間地域になったらね、はい、特に最後によってハンマーで破壊されていたと思うんですけどね、はい、たまたま米軍が戦後接収した ところの、はい、九徳っていう旧集落の中にあったもんだからね、はい、米軍が文化財として保護してくれてるんですね、うん、でこれちょっと剥がれたからちょっとメイクしてくださいね。今こっちノリが剥げちゃったから、はい、これはねどういうことかというと、大干ばつが沖縄を襲ったわけ。明治38年ですね、明治38年に大干ばつが沖縄を襲ったんですね、はい、で百姓たちはもう飢餓のやがて餓死する寸前まで来ていたわけ、はい、でそれを聞かれた明治天皇がですね、はい、北条侍従を派遣されて、はい、休日金を貸しされると同時にですね、はい、北条侍従が、はい、これは三人の段階初からに起因すると言って、官用林としてクスノキを植えさせたわけでね、はい、でこれが主因になってですね、今沖縄本島の中北部には特に中部クスノキがいっぱい茂ってるでしょ、はいはい、これが始まりなんですよ。うん、でこの時百姓たちは泣いたわけ、感動したわけね、はい、今までの琉球王っていうのは搾取に搾取を重ねて、農民のことは顧みなかったけどね、はい、新しい御用になったら天皇陛下はねここまで自分たちのことを思ってくれるのかということで、はい、これは農民たちの発意でですね、はい、この記念碑ができたんですよ、うん、食生の碑っていうのですね、はい、まあ、こういうことができたということでですね、うん、まさにだからこれを総合して EFU はね、廃藩置県琉球処分は奴隷制下の解放であったということに集約してるんですね、うん、でさっき見せた沖縄タイムスのアジビラ、あの、まあ、もう一回琉球処分、あの琉球処分って書いてあった、はい、はい、これ、はい、皆さんこんなにひどいんですよ沖縄メディアは。平成の琉球処分、県民を裏切った自民党県議員団、公約破りを許せない県民の会、こんな感じでね歴史を全部歪曲していくわけだな、歪曲して全部攻撃材料に使っていくわけだ、うん、で冒頭話しましたキャラウェイ高等弁務官、はい、今は沖縄県民に対してね、あれ自治は神話だっていう表現したからね、けしからんって言ってるでしょ、皆さんいかに沖縄の歴史家がデタラメか今日僕は証明してあげましょうね、はい、1964年6月4日那覇市議会は中条に名誉那覇市民憲章を授与してその功績をたたえておりますって、はい、今日名誉市民になったとすれば明日はまたね、はい、あの弾圧した、はい、あの圧政を敷いたということで悪となるわけね、沖縄の場合はね、はいはい、だからね沖縄のこのまず学術界がおかしいんだよな、うん、本当そうですよね、うん、やっぱり教育軽視の結果なんではないんですか。いや僕はねもう一つあるのはね、はい、沖縄式の変化が少ないでしょ、リセットしきれないんじゃないかな、いろんな事象がねごっちゃに入ってくる頭に、うん、例えば琉球のあの民族衣装っていうかトラディショナルな衣装があるでしょ、はいはい、流装ですか、流装、はい、春夏秋冬の風物が全部ごっちゃに入ってるじゃないですか。ああ、そう言われてみたら、まあ、それはね経済的に見ればね1年間つけられるからいいけどね、はい、変化がないわけよ。なるほど、だから整理して系統的に分析していかないからごっちゃになるわけ、いつの間にか。うーん、ガンジーとこの上杉持ち乗り子とね琉球王とみんなごっちゃになっていくんだ頭の中で。うん、こういう系統的に整理システマティックに成立すべきだと思いますね。はい、うん、なるほど。次いきます、はい、項目3、尖閣領海侵犯事案遺憾の意は限界と。これは菅官房長官がよく遺憾の、これは遺憾の意を表明したって言うんですけどね、はい、もう僕はこれ見ると一人ごと言ってるんですね、あこれいかんって、はい、ということでですね最近出した私月刊誌にですね、はい、今日持ってきてないですね、まあいいですよ、あのこれにはね、はい、もう各級指揮官、海上保安庁も含めて、はい、自衛隊も含めてね、いざという時は各級指揮官はもう現場で超法規的に行動しろという論文を書きました、はいはい、今のところクレームはありません、多分支持してくれる人たちは多いと思います、はいはい、ということですね。次です、次いきます、はい、沖縄県民は台湾人を見習うべき。
この放送でですね、はい、私がアメリカの功績をこういろいろ皆さんに履歴するとね、はい、あまたアメリカの話っていう、ことを言われる方もいらっしゃるんですね、じゃあね僕に言わすとね皆さん台湾と朝鮮半島を比較してみてください、はい、両方我が国はね侵攻のために国民の血税を投入しましたでしょ、もう朝鮮の台湾韓国なんかはねもうそれでも差別されたいじめられた相手ね、はい、もっとまた金をよこせということでゆすりたかりしてくるでしょ、台湾見てくださいよ、うん、いつも僕は台湾人として心が洗われるのはね、はい、絶えず日本のおかげ日本の教育のおかげ、うん、日本のインフラ投資のおかげっていう感じでおかげっていうことをよく使うしね、はい、我が国が東日本大震災の時にね一番先に休日金を、救援金を送ってきてくれてね、皆さん自分のためのも我慢して祖国日本のためっていうことでやってきてるんだな、母国日本のためっていうことでな、はい、ということですからいいことはいい悪いことは悪いということでちゃんと説明していきたいなと思っております。はい、はい、例えばめぐみ先生あれですか奈良原茂知事の頃に明治時代ですか、沖縄を台湾総督府の管理下に置こうっていうプランが出て頓挫したことがありましたね。その時に沖縄がもし台湾の管理下になっていたらどのようなことになっていたんでしょうか。いやそれはその時であればね人材が、はい、大きく育ったと思うんですね。これはね、はい、今野原さんの言ったことを説明するとね、はい、朝鮮とか台湾に赴任するとね給料が、はい、本邦の2倍ついたわけだな、はい、で恩給も短期間でついたもんだから、はい、沖縄出身のエリートたちもね、高等師範とか帝国大学で出た沖縄に帰らんでみんな台湾とか韓国に朝鮮に赴任したわけですね、はい、で人材の真空状態だったもんだから、台湾総督府の指揮下に入れてね、はい、その沖縄侵攻の侵攻のための人材を集めようとした、時にね、はい、琉球新報をはじめですね植民地扱いするのかって反発したわけだ、うん、はい、こういう意思で強がりしたくせにね、はい、大正14年に財政破綻するとね、植民地的な特別財政に入れてくれ、はい、カッカッカッカって言ってるんだよな、はい、だこういう県民性、はい、さっきの沖縄タイムスじゃないけどね、はい、総合事務局沖縄開発庁は沖縄県民差別のシンボルだから反対だと、はい、行ってできて金もらったら、うん、今度はまたクローズしないでくれっていうわけね、はい、だから内地の人たちがね内地の左翼連中が沖縄県民に今同情してね、政府は沖縄県民に冷たいって言うけどね、じゃあお前の金で沖縄の面倒見れて、うん、自分の懐から一銭も出さんくせにね、うん、国にはケチつけてるいい加減な連中がいるけど、うん、だからね沖縄も悪いし沖縄甘やかす内地の一部の人たちも悪いってことですよ、うん、 そうですね、はい、そういうイメージが定着してますからね、本土の方でも。そうですね、はい、であとはね時間が若干ありますから、はいはい、石破茂さんの話をしたいと思います、はい、今回総理候補なんですけどね、はい、石破さんが防衛大臣の時ね、はい、私も何度かお目にかかりましたですよ、はい、友達としてはいいけどね、うん、変な性格があってね、彼が一回ね国会の予算委員会でですね、はい、文民統制シビリアンコントロールっていうのはね戦後日本人が初めて聞いた言葉だって言ったもんだから、うん、僕は石破さんの携帯の番号も知ってたしね、はい、秘書とも親しかったから電話してね、間違えてますよと、戦前はね帝国海軍はね文民統制隊を支持して海軍大臣が国際会議で国を離れるときはね総理大臣が海軍大臣を兼務したんですよと、はい、しかも昭和7年から昭和8年にかけてね、はい、文藝春秋に神奈県は民政党代議士がね、はい、シビリアンコントロールの重要性っていう論文も書いてますよと言ったわけね、はい、そしたら夜中電話かかってきた石破さんから、はい、俺の電話だと思ったらねうるせえてめえあんなの分かってたよと言うんだな、はい、僕はその時思ったわけ、はい、僕の後輩が当時、はい、この内局っていうか防衛省本省にいてね、はいはいはい、石破さんが防衛大臣だった、プラモデル作ってなかなか帰らないもんだから、みんな待機なんだな深夜まで、それで時々ピーンってベルが鳴る、はい、大和の主砲の射程距離はどれぐらいだったって聞くもんだからね、あすぐまたみんな調べて戦艦大和の射程はこれだけですって言ったらしい、であるイギリスの海軍武官が日本に用事できてね、深夜まで高校と電気ついてるもんだから、
市ヶ谷の防衛省本庁、はい、防衛省本省がですね、おい僕の後輩に対してですね、日本は戦争もしてないのになんでこんな残業してるのって我が国イギリスではね中東で戦争してるけどね、はい、必ず5時には帰って、夏休みもたっぷり取るんだと、何してるんだと。で僕の後輩はねうっかりいや防衛大臣がねプラモデル組みで出てるからって言おうとしたって言うけど、これ言ったらもう国辱になるから、うん、国の恥になるからということでやってた、はいはい、うん、僕はね、うん、こういう人が総理大臣だったらね国は枯れると思うな。そうですよね、国は枯れると思う、うん、それは地方代表としてまでは言うけどですね、国のトップになったらもう僕は悲観的だね。また尖閣事案に対しても不安がありますよね。もうこれは、はい、でもこれは菅さんにも若干言えることだと思うんですよ。そうですね、菅さんの後ろには二階さんでしょ、はい、そうでしたね。遺憾の意ばかり言ってですね、はい、言うんじゃないか、うん、だからね私は思うにはねこれからの我が国はね相当荒れると思うな、うん、しかも11月の大統領選挙でもしバイデンでもらったらね、はい、もう終わりだよ、悪いけど、うん、うんと僕は思います。まあそういうことでですね、はい、あの国家の安泰と繁栄、はい、沖縄の健全化をですね神に祈っております。はい、もうそういうしかないですか。はいはい、はい、何か特にありませんか今日の。いろいろありましたけどお時間も迫りましたので、はい、あとは最後にね、はいはい、沖縄国際大学で私は一度教鞭を取ったことがありまして、はい、半年間ですね、はいはい、生徒たちは非常に真面目で素直でね一生懸命聞いてくれた、はい、最大教室使いました、はい、この子たちは僕 の, あの教えていたら大げさだけどね、はい、あのな僕が講義した内容を着実に守って各界で活躍しつつあるから、はいはい、さっき の, あのくだらん教授も 何名かいるけどね、うん、ぜひ頑張って、ね、たまには沖縄から総理を出してね、はい、当事者意識を持ってほしいなと思う。絶えず総理大臣一人も出し切らんでね、はい、外から石ばっかり投げててもね、そうですね、バカとしか思われないよということですよ。本当ですね、はい、そういうことです、はいはい、以上で今日も終わります。はい、はいはい、本日はご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。